皆さんこんばんは。性別評論家、元男の子の青木かのんです。あ、別に性別評論家じゃないですからね。本日はですね、視聴者さんから質問いただきましたので動画を作ります。イエイ。今回の内容はですね、かなり踏み込んだ内容でして、で、以前私が公開した、ちょっとこちらにサムネ出しますが、その元男の子は性別を男から女に変えて下半身をそのために手術するわけじゃないですかと。下半身を手術したら、その営みした場合、要は絶頂があるのかないのかみたいな動画を私出したんですよ。で、まあ、結論から言うと、明確なその絶頂っていうのは私自身もしくは周りの元男の子の話を聞く限りではあんまり明確ではなくて、どっちかというとちょっと何曖昧な感じ、ふわっとした感じのまあそうなんですよ。で、その動画の続編的な形で今回視聴者さんに質問いただいたんで、早速読んでいきましょう。いつも楽しく見ているかのんさんと同世代の女です。最近カップル動画が本当楽しみで、あの絶妙な距離感を楽しまさせていただいてます。早速質問で、以前性転換後の営み事情動画を見て、いわゆる絶頂点が曖昧と解説されてて、それって女目線から見ると男性が絶頂すると休憩モードになるじゃないですか。元男の子さんだと、もちろん男性のものを取ってるのでまた違うかなとは思いますが、そのカノンさんが言う曖昧な感じが逆にメリットになってるのではと思ったんです。男性が休憩モードに入るまでずっと曖昧モードで感じ続けられるのかなとか、とか説明下手で申し訳ないですとのことです。 ありがとうございます。絶頂するとやっぱり賢者タイムみたいな、男性で言うとお休みしますみたいな、で女性で言うとぐったりみたいな、ちょっとよくわかんないんですけども、そういうのが明確に我々元男の子、その人工股間民族はあんまりそのフィニッシュみたいな定義がないから、もうずっと気持ちよくいられるんじゃねえ説みたいな、だからそういうことですよね、多分。なんか水ダウンみたいな、水曜日のダウンタウンみたいな、ずっと気持ちいい説みたいな、いや絶対おかしいだろそれ。まあ、とりあえず、今回そのいただいた質問にもうビシバシ答えていきます。いいその引き出しありますよ。なので、まずはこの動画の初見の方向けにおさらいをします。そのさっき言った前回の動画のね、まずですね、性転換手術っていうものを元男の子さんはするんですよ。まずポコチンを取ります。同時にその玉とかも取るんですけども、そうなるともともと男性のブツがあったところがぺったんこになるわけじゃないですか。でぺったんこになったところを穴を作るんですよね。要は膣、人工的に作る膣ですよ。で、ただ穴を開けるわけではなくて、ちゃんとお感じることができるんですよね。感じることができるんですよ。すごいでしょ、今の医学ってちゃんと感じることができるように作り変えることができるんです。じゃあどうやって感じるかっていうところなんですけども、どっちかっていうと男性的な気持ちへの感じ方とは、変わります。全く変わる、それも断言できます。どういうところで変わるかっていうと、男性ってそのグッといきなり上がって、それで一気に急降下するっていう感じで賢者タイムに入るじゃないですか。絶頂行って賢者タイム。でも女性の場合って長いじゃないですか。長いスパンで、上がっていってじわじわ降りていくみたいな。で、女性のようにそういう風になれるんですよ。じゃあどういう風になるのかっていうことなんですよ。それは前立腺というものを使ってます。聞いたことありますか、前立腺。はい、前立腺というのはですね、女性にはない器官なんですよ。男性にしかない器官 で前立腺というのはそのお金玉の裏側の中に、体内に入っている、まあ、器官でして、でなんかそこがちょっとうまく言えないんだけども、刺激が加わるとその射精をするぞーみたいな感じに脳がこう判断して、で男性は射精に至るんですけども、私たち元男の子は射精する期間も全部ないんで、その前立腺だけ体内に残るんですよ。でそれをうまく再利用したのが性転換手術なんです、要は。でそこで前立腺刺激が加わるプラス、その男性器の要は亀頭、亀頭タートルヘッドみたいな、それの神経もちょっと移植して、まあ、いろいろやってるんで、それでダブル気持ちいいみたいな、まあ、そういうことが
あるから性別界と我々は気持ちええになれるんだぞっていうあの話なんですよ。ただ絶頂っていうのはまあ私のその未熟さもあって今までそういう経験がないし、で周りの元男の子も絶頂というよりか気持ちで気持ちええよなみたいな、気持ちで気持ちええ、わかります言ってる意味、ハートで気持ちええってことですよ。まあそういうことです。ただ中には本当に頂点の気持ちええに行ってでぐったりしたみたいな人も元男の子さんでいるんで、これが私が今言ってること正解ではないっていうことだけちょっと頭に入れておいてください。でそれでやっと今回のあの回答とあと解説になるんですけども、要はずっとその感じ続けることができるんじゃないのかっていうことなんですけども、まず最初に結論言います。結論、感じ続けられます。はい、それが答えです。あ、俺動画あれ終わっちゃった終わっちゃった。一応ですね、私の周りの人とか、まあ私の経験上ずっと継続して感じ続けることはできます。ただどういうふうに感じ続けるかっていうと、まあ、さっき言った通りずっとこうなんかなだらかな感じで、ただそれに終わりがあんまり見えないんですよ。もう本当気持ち的に気持ちええみたいな感じなんで、どっかで何か自分のそのスイッチが切り替わるところがあるんだったらもう本当教えてほしいぐらいなんですけども、確かにずっと気持ちよく感じ続けられるのは続けられるけども、実はここに大きなデメリットがあるんです。それは何かというと潤滑液がないんですよ。ないって言ったら嘘になっちゃうんですけども、私たちみたいなその性別変えた人たちって女性のようにその体内から自動的にその潤滑油が足りるほどの量が出てこないって言ったら正解だと思います。なのでずっとこうやってると死ぬほど擦れて摩擦で痛くなって大変なことになるっていう、私はそれは実際に経験があります。しかも性別をバラしてない相手と営みをした、ちょっと私の黒歴史が昔あったんですけども、その時にめちゃめちゃピンチでっていう感じ、私たちみたいなこういう手術した人はあらかじめそのローション市販の潤滑油を忍ばせておいて、で自然感あふれる感じに演出するんですよ。なので私が思う曖昧な感じのメリットっていうのはぶっちゃけるとあんまりメリットっていうほどでもない。ただ長くゆったりまったりと楽しむことはできますよっていうのが答えですかね。ただ摩擦がエンドレス状態になると死んじゃうんで、くれぐれもご注意ください。ちょっとね、私なりにあの答えたつもりなんですけども、これが現実なんですよ。あ、鼻かゆい。ただ私はそれでいいと思ってます。女性とか男性のようにこのフィニッシュがあるっていうのを求めるのはちょっと欲張りすぎなのかなって。もうただでさえ性別変えてめちゃめちゃ嬉しいのに、別にそこまで私は求めてないというか、もう私たちみたいな人ってもう性別変える前からなんかいろいろなこと諦めること承知でなってるんで、別にうん苦しまないと思うんですよね。その部分に関してはもう分かってるし、自分がなりたい姿になって女として男の人に愛していただくっていう、なんかそれがもう一番の幸せなんじゃないのかなって思ってるんで、もうそれだけで十分です。なので気持ちええとかなんかいろいろ言ってますけども、私はもう最終的にはあのここなのかなって思ってます。もしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。 Twitter、Instagram とあと TikTok もやってますので、そちらも画面の下からフォローお願いします。また次の動画でお会いしましょう。